どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グルリインボーク河川敷の決戦 A をやっていきたいと思います。6ターン以内スキルフィニッシュ、初めてクリアですかね。さあやっていきましょう。今回は操作感とかグルの縛りがないんで結構やりやすいんじゃないかなと思います。やっと重造の育成がですね終わったところで、いやー、教習を真面目に回っとくべきだったなと痛感しましたね。最高バトルは何フロアまであるんだろうか、どうやって見てたっけ、クエスト情報。3フロアまでですね。とりあえず1体ブレイクさせて、あ、柔らかいな結構。ウタさん使って銃像貯めますか。10日貯めたいんだけどね、本当は。ここに10日入れて、次1回スキルブースト使って10日をあれだね。あーでも1回やべ、あーやっちまった。どうしようかな、これ。金木、あーこれ行くな、10日。あーちょっとめんどくさいことになっちゃった。どうしようかな、こうするか。いいよ。あ、やべ、これもしかして10日覚醒させれてた。まあいいや。あ、アモン一人だけかと思ったら取り巻きいるんだ。これいいよね、このカグネがニョキニョキ出てくるところ。銃像まだ使わないでおこうかな。アモンがどれぐらい硬いのか知らんけど、いや硬いの関係ねえか。でここでウタさんを使って、取り巻きも硬いな。体、なまってないかな。ブレイクダメージだったっけ、ブレイクダメージにさ、あれとかあったんだね。硬さじゃないわ、クリティカルとか。畳みかけます。せよ、せい。線引く。次銃像使うか、いやここで銃像使っててもよかったかな、正直言って銃像使っててもよかったな。まあいいや、次10日のスキルで銃像出すから。アモンのスキルが何打ってくるか分かんねえから怖えんだけどさ、ブレイクさせないでもいけるかな。いやでも次にもつなげたいしな。とりあえず金木3発入れて、これ多分歌出るだけで、あ、行くよね。はいはい。でとりあえず銃像使いの、殺しちゃっても問題ないですよね。かわいい。で10日のスキルをぶっ放す。さあどれぐらい食らうんだろうか。まあこの10日のあれにもよるんだけど、7万、あれか、防御タイプ防御タイプ言い方な。ほらたまんねえかな、これ下のやつやって、これ歌で攻撃したら多分やっちゃうよな。うわー微妙い、金木出して、これどうだ、金木で一発殴ったらダメなんだ。10日殴ろう。 OK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 
OK。いったっしょ。OK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 。まあ、あとはね。大丈夫でしょう。何もされないと思うんだが。河川敷の決戦、あれ夜だったっけな。あ、夜だな。雨降ってたやつだ。夜だな。いや。これで10日溜まるかな。よいしょ。あー、ギリ溜まんねえな。倒すならあっちだから。よいしょ。ほら、よっと。吹き飛べ。よし。あれ、あー、危ねえ。びっくりした。何かと思った。あ、待って、あー、スキルで吹っ飛ばすの忘れちゃった。しかも6ターンっていうあれも縛りも忘れてたな。憂鬱にゆっくりやっちゃったわ。まあいっか。あれ、6ターン以内にクリアできてたんだ。
なんだじゃあスキルでフィニッシュだけ間に合ってなかったですね。というわけで今回は河川敷の決戦 A でした。ではまた次回の授業動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。